残念だったな。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだよ。マナの木が失われ、どんどん弱っていっているようじゃな。フェアリーはマナの木を守るため生まれた生き物。もはや存在する意味がなくなったからな。じゃが安心するがいい。わしがお前をアンデッドにして生き返らせ、わしを守るという役目を与えてやる。そんなことさせない。あ、フェアリー。おやおや、私も嫌われたものだ。私のしもべとなるよりは自ら死を選んだかも。愚かよの、神のしもべとなれるチャンスを捨てるとは。ああいい、しもべなどいなくとも、わしは今や全能の力を手に入れた。おお、この日が来るのをどれだけ待ち望んだことか。この仮面の下には人間に対する憎悪だけが隠されている。わしは時が来るまで自分を抑えるためにこの仮面をつけた。だがついにその時は来た。すべての憎悪を解放し、わしを追放した人間どもに死の裁きを下してやるのだ。見るがよい、この仮面の下に隠された本当の姿を。存在ダークリッチとなり、今また神を超える力を手に入れた。さあお前たちも楽にしてやろう。死ぬがいい。
マナの剣もすでに失われておる。諦めて死ね。マナの剣は失われてない。あなたには見えないの。聖剣の勇者たちがいる限り、その心の中にある希望という名のマナの剣は決して失われることはない。許せん。希望などわしが何度でも潰してくれるわ。神の怒りを思い知るがよい。フシの発動は仲間。